はい、こんにちは。バスオトテイコロンです。はい、今回はこちら、はい、バス停トルトル5本目の、こちら。はい。5本目なのかな、5本目なのかな。はい、5本目ですね。はい、5本目はこちら。はい、富士塚になります。富士塚、幼い頃から随分お世話になってますね。まあ、ともかく、ちょっと広くなってるかな、昔と比べて。あ、昔と広さは変わらないか。まあ、ともかくあれですね。語ることはいっぱいありますね。で、上野台口はやるのかというと、まあちょっと、まあ事情があって、やれません。はい。やるつもりはないですけどね。というわけで、いつかに一人ごと言ってるお留守なんですが、この近くの上野台口はすごく力があるバス停なんですよね。昔はこの近くに、駄菓子屋に寄ってから色かけをしていたんですけどね。まあ、この近くにというか、この近くの駄菓子屋に寄ってからお出かけしていたんですけども、もうお出かけでできなかったんですよね。あ、できますよ。お出かけ自体はできるんですけども、駄菓子屋さんはなくなってしまいましたね。はい。もう随分昔の話ですけどね。30年前かな。いや、駄菓子屋さんがなくなったらいつかはわかりません。なんせ高1の頃にもう引っ越しちゃいましたからね、ここから。僕も随分昔の話だけどね、本当に懐かしいですよね。でも、この辺りには、バス停が多いのかな？はい。まあ、ともかくそんな感じの場所になってしまったんですが、はい。まあ、そうですね。子供の頃の思い出はいろいろあるんですよね。まあ、いろいろと言っても、まあ、忘れている思い出も多いんですけどね。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。バス停トルトル6回目の5本目でした。